なんで遅刻したの？ちょっと企画のためのお菓子を言うと、文脈的にこれ役割分担決まってなかったんですけど、文脈的にはやっぱ僕が来る前に買っていかなかな、もう出てから気づいて、あこれ普通夜予定で出てないから、あ誤算やった。そう、パノラマ TV。 え、そうなのこれ。まあ、確かにそう、お菓子買ってくる、役割分担してなかったから。でもなんか俺は台本に自由って書いてあったから、なんか各々がもう買ってくるって話なんかなと思って、それで準備しても特段俺は言われてなかったから、なんかしてくんのかなと思って。じゃあ悪いやん。じゃあ俺が悪いよ。よし、わかった。じゃあ無償記念ギャンブルだこれは。一応遅刻は12分12分遅刻してるやろ。そうやな、遅刻は絶対してあかんねん。俺も9分遅刻してるから。俺も9分遅刻してるからなこれお仕置き総合電気アンバー俺は9分あ総合電気アンバーで12分遅刻してるから、俺9分で履けるから、履けて、あと残りの3分は一人でやってもらうんだよ。お仕置き総合電気アンバーよろしくお願いします。わかりました。それでは、遅刻反省電気ヤンマよろしくお願いします。反省してます。ごめんなさい、すいません。もう二度もしません。ごめんなさい、すいません。カウンターでカッチャンが3分電気アンマされてるじゃん。カウンターでカウンター電気アンマ、カウンター電気アンマ。ああ、なるほどな。歌で、歌でそこで略されたカウンター電気アンマでした。なるほど、ちょっと気づきませんでしたガチで焦ってたあれなんでこいつ全力で拒否しようかいや、ちょっと拒否してやるんかなと思ったら、うん、一向にやられる気配ないから、うん、こいつガチ拒否してるやんか。なんなのこれと思って。お前や、お前が残ってんねん時間。で空気読んで。そう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 。母ちゃんやられろとか言い出した。もうついに。やられろ。母ちゃん。言うてるやん。ただ、二人とも反省はしてね。遅刻は絶対あかんから、うん、いや、あえてなんですよ、うん、あえて9分遅れたんですよ。何もない、遅刻はいい。いや、あえてな
これを知ってるんだ理由は、まずあえて怒らす。なんで、あえて怒らす。パノラマ TV。それじゃあお呼びしましょう。スペシャルゲストさん。電気アンマ番号アルファ改造人間電気アンマことかっちゃんです。よろしくお願いします。電気アンマ番号ベータ改造電気アンマ人間ことエンヤです。よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、今日お二人呼ばれたというところなんですけど、はい、今日は一体どういう企画をするんでしょうか。謎解きかける電気アンマ。謎解きかける電気アマって何なんですか一体。よくぞ聞いてくれました。はい、メンタリストの DAIGO さんの弟の松見東編三角形両方丸や丸や丸や丸でしたか。うん、たま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 はい、というわけでね。はい、というわけでメンタルがすごいな。ありがとうございました。はいはい、あんま流行ってるの松丸くんがやってるやってる謎解き、はいはい、新感覚のこの謎解きっていうのを私開発しました。なるほど。はい、普通にクイズをやるっていうところまでは一緒なんですけども、謎解きと普通の、はい、なんですけど違うところがあって、今回この脱出ゲームの要素も入れました。お、脱出ゲームの要素、はい、お入れました。ああ、はいはい、なるほどなるほどなるほど。どういうことかと言いますと、はい、電気アンマをされながら問題を解いて、もう解けるまでやめない電気アンマをやめない地獄やん。Thank you.